で行われます。さあ両雄がリングの中央に集まりました。優香さん、どうですかこの今2人の立ち姿を見て。すごい迫力ですよ ね、この体格差ですよ、はい、見上げてますから ね、45、はい、5センチの身長差、はい、まさにどうなるんでしょうか、ね、どうなるかという、はい、まさにスーパーファイトなのにふさわしい一戦となりました。モンターニャシーバ対バタービーン、ラウンド1、どっちの怪物が上か。画面左側、体重168キロのバタービーン、そして今左に回り込みました2メーター25センチのモンターニャシーバ。すごいね、すごい絵というか、こんなのあっていいんでしょうかね、壮絶なこの2人の見つめ合う中でのリング上、まだお互いが出方、まずはミドルキックを打っていきました。モンターニャはすごい成長しますからね、あの J1 の技術が、はい、皆さんそのあたりもモンターニャシューバの技術というのはもうこれは確かなものありますからね。そうですね、藤本選手に、ね、カウンターでね、そうですそうです、右のパンチをかぶせました。さあローキックいきました。さあそしてローキックを食らってまさに火がつきました、闘争本能バタービーン。モンターニャのローは相当重いと思いますよ、松田選手も持ってかれましたもんね、そうでしたね。長嶋一茂さん、はい、あのちょっと軽そうに見えるモンターニャシューバーのローキック、武蔵選手にね、僕後から聞いたら、はいはい、今まで受けたことないようなね、蹴りだったって言ってましたよ。特に前蹴りね、前蹴りね、やっぱ足が大きいじゃないですか。そうですよねなんか塊が飛んでくるような感じで、人間のものとは思えないって言ってましたね。そして谷川さん、一方はこのバタービンのパンチですよ。パンチ力、これ一発当たれば倒れますからね。そうですよね、特に接近戦はやっぱりモンターニャといえども要注意ですね。うん、平川さん、はい、バタービーンサイドですが、奥さんのリリーさん早くも指示を出していますね。この間合いでは遠すぎると、もっともっと踏み込めばモンターニャシューバーのキックは受けないという指示を出しています。谷川さん、そういえば作戦としてバタービーン、とにかく懐に飛び込んでいくんだ、ね、ということですよね。やっぱり小さい選手が、大きい選手にガッツリ踏み込むしかないですよね。このバタービーンとモンターニャシューバー、立ち上がりからある面壮絶な殴り合い蹴り合いになるのかと思いきや、関根さん、出方を伺ってますよ。お互いね、やっぱりお互いにこういうタイプってやったことないんじゃないですか。そうですよね、ただバタービーン選手はこういう、ね、体格ですけども、はい、動きがものすごく速いですからね。うわ、このハイキック、思わず空振りしてしまうのではないかというぐらいのハイキックでした。バタービーン選手、本当にパンチの連打とかもすごく回転力速いですし、はい、相手に対する懐へのステップワークも非常にいいですよ。そうですよね、はい、慎重に出方を考えた。いいローキックが入りました。今のローキックが来ましたね。今この白い肌のバタービーン、ちょっと赤く染まり始めました。慎重に出方を考えた。またローキックが入った。このローキックを見て一気にダッシュをかけるんですが、しかし今のところここまではモンターニャシューバのいいローが入っています。効いてると思いますね。効いてるでしょうね。今のローで、ね、倒せそうですけどね、そうですか、はい、ローキックで攻めていくというそういった手を取ってくる。うわー、ローキックと、少々危ない危ない。いや、一発一発の重いですね。バタービーも今の右、ね、右のパンチで倒せますよね、さあ第1ラウンドは間もなく残り10秒を切ろうというところです。今バタービーも掴んだんじゃないですか。ですかね、距離を今詰めていきましたバタービーンです、はい、まさにこの怪物対決、第1ラウンドはシューバ、そしてバタービーンともに様子を伺います。そしてヒーローとパンチが入りました。お互いの出方を伺った第1ラウンドですが、関根さん、はい、このシウバのローにしてもこのバタービーンのパンチにしても、ええ、一発当たったらこれは大変なことになりますね。すごいですね、もう一撃必殺ですよね。本当にそうですね。今出方は十分伺いました。さあ第2ラウンドに入って、お互いのこのローかあるいはパンチか、一発決めるのは果たしてバタービーンかモンターニャシューバか。ラウンド2、怪物対決第2ラウンド、パンチのバタービーン、そしてイーローキックを打っているモンターニャシューバ。わあ、この前蹴り、長嶋さん、この前蹴りですね。この前蹴りがすごい威力らしいですよ。さあ、それを受けて今度はパンチのラッシュバタービーン
です。カザーリも恐れず前で来ますね。来ますよ。おっとこの体勢崩れましたがスリップです。イルカさん、はい、早速この迫力が出てきましたよ。早速面白いですね。本当にそうですね。さあそのパンチを食らったモンターニャシーバが逃げてますね。本当そうですよね。ちょっと距離を置き始めたんでしょうか。ただ先ほどバタービーのセコンドリリー夫人からはもっと詰めなさいというアドバイスが飛びました。平川さん、はい、さらにですね、リリーさんはティンバー、ティンバーという指示を出しまして、木こりのように中に食い込んで蹴り倒せ、殴り倒せという指示を出しています。あ、そうですか。その木こりに入って、しかしリードが入っている連発がやっている。ローを食らうと今度はバタービーの服が飛んできます。相手の懐に飛び込んでいけというこのバタービーン、今リリー夫人からの指示が飛んでいます。しかしあのシューバの顔は遠いですね。背が高いですから届かないですよね。顔にヒットするのは不可能じゃないかというぐらいの、さあその蹴りを使っていって崩していこうというバタービーン、ゴールに飛び込んでいきます。しかし距離を取ろうというモンターニャシューバ、上からパンチを振り下ろしていきます。やっぱボディ打つしかないんじゃないですかね。最初はボディをね、その軸をぶらしてというんでしょうかね、このローキックも見た目以上に非常に決まっています。こう小さく見えるバタービンですが身長は180センチあります。45センチ、モンターニャシーバの方が大きい。この両雄でありますがローキックが効いてますね。徐々にちょっと足を引きずるような形になりました。おー、ハイキック。ハイキックもシーバにとってはミドルキックか。さあ距離を取りました。前蹴りです。この前蹴り、先ほど第2ラウンド開始早々にいい前蹴りが顔面を捉えました。ただ打たれ強さでは谷川さん、このバタービン定評ありますからね。ありますね。モンターネも打たれ強いと思いますよ。はいはい、まだ倒れたことないですからね。そうですね。あのバタービンも、あ、これ注意が与えられました。バタービンはあの山田戦の時には顔をあえて出して殴られ続けました。それだけの打たれ強さ、首の強さ、当然この太さを持っています。ローキック、イエローがありましたが、いや長嶋さん、どう食らうと同時に行くんですよね。ちょっとバタービンが、ちょっとここで一旦距離を取ります両雄です。第2ラウンドに入ってもまだお互いの決定打というものは出ません。効いてるんですね、バタービンが。それであの前のめりに倒れちゃうんですけど、ここで食らって痛い中でも飛び込んでいこうというバタービンです。大きくは連発で入ります。平川さん、はい、バタービンサイドリリー夫人がね、もっと近づいてキスをするように近づきなさいという指示ですね。そこまで接近しろと。さあそのキスができる距離までいけるかどうかバタービン。しかし第2ラウンドも時間がなくなりました。バタービン、奥さんリリー夫人の指示通りに行きましたが第2ラウンド終了です。バタービーンの奥さんリリー夫人、高校時代からの付き合いで結婚したというこの2人ですが、優香さん、はい、こういった戦いの場で奥さんには非常に的確な指示を先ほどから出してるんですよね。すごいですよね。でもよく聞かれてそうでしょうね。最も頼りになるパートナーリリー夫人のアドバイスを受けて向かうこれから第3ラウンド。バタービーン対するモンターニャシューバです。ファイナルラウンド、怪物対決第3ラウンド。パンチのバタービーン、そしてローキックからこの巨体を揺り動かすかこのモンターニャシーバです。平川さん、このローも確実にヒットしてますからね。そうですね、ローキックは効いてると思いますね。さすがのバタービーンもですね。ただ蹴られながらもその左足を前に出して振り込む体勢を作ろうというバタービーンです。先ほどの指示ではリリー夫人からはキスができる距離まで詰めなさいという何とも的確なアドバイスが飛びました。懐に飛び込んでいきたいバタービーンです。モンターニャシーバはとても面白いファイターだなと不敵に笑ったバタービーンです。ただ関根さん、これだけ遠くともきっと当たるんですよね。すごいリーチですよね。このリーチになれるまでやっぱり3ラウンドかかっちゃいますよね。そういうことなんですね。もつれにもつれで第3ラウンドまで入りました。モンターニャシーバ対バタービーンです。
踏み込む体勢を作ろうというバタービーンです。踏み込むのもやっぱちょっと足が効いてるんですよね。まだちょっとダメージ残ってますかね。これもう第1ラウンド開始早々からあのローキックを食らい続けましたバタービーンです。そして飛び込んでいきますが、うん、こうやってまた離れていきます。共に K-1 デビューは去年の6月29日でした。 K-1 デビューから1年を経て迎えるこのまさに対照的な2人の怪物対決です。2m25cm モンターニャシューバー、そして168kgバタービーンです。モンターニャに膝があったら怖いですね。膝蹴りがね、ローが入ってハイキックを見せて前蹴りもあるんですが、ここで膝が来るとなると、バタービーンが飛び込んだところをヒットさせるのは間違いありません。確実に向上しましたこの両雄バタービーン、そしてモンターニャシューバーです。お互いのその呼吸が詰まるかのようなこの距離感、詰めていったのはモンターニャシューバー、懐に飛び込みたいバタービーンです。ノーキック、キックを食らうそのタイミングで殴りかかろうというバタービーンですが、なんともその遠い遠いモンターニャシューバーの顔面です。懐が深いですよね、本当に。いいですね、今ミドルキック、身長以上に、懐が深いですよね。そうですね、長嶋さん、はい、あとこの40秒ほどですけれども、なかなかその攻め手が見つからないというところですかね。そうですね、お互い、まあ、モンターニャシューバー選手も警戒してますからね。警戒ですね。いいファイトなかなかならないし、やっぱりあのリーチでね、ストッピングすればなかなかバタービー選手ところ踏み込めないですから、ね、そうですね、こうやって今度パンチも上から振り下ろしてきます。前蹴りも待っています。なんとか詰めていきたいバタービーン。バタービーンがね、顔を振ればね、パンチを、あ、はいはい、可能性もあるんですけど、届かないんですか、今みたいにね。精一杯です。ただ届かないですよね。そうですね、あそこまでの踏み込みがなんとか精一杯というところ。まもなく第3ラウンド終了、対決は判定に持ち込まれました。に入ります。30対29、赤モンターニャシューバー、シューバにまず1票入りました。30対29、赤モンターニャシューバー、シューバ2票獲得、怪物対決を制しましたのはモンターニャシューバー。3対4の判定勝利でシューバが勝ち名乗りを受けました。モンターニャシューバーの判定勝ちです。谷川さん、やはりこの体格差、そうですね、そうですね、まあ、あとモンターニャシューバーですね、本当あの一戦一戦経験積んで成長してるんで、はい、まあ、本当にこれトップクラスの選手とあの当てたいところでしょうね。なるほどね、はい、関根さん、その技術を見ましたね、はい、モンターニャ、これはあのね、ワールドグランプリもちょっと怖いですよね。あ、なるほど、そのくらいの存在になってきていると。長嶋さん、はい、ローキックは効いてましたね。そうですね、やっぱりシューバー選手、あの相手によってちゃんと警戒するというね、ええ、あ